はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 FF タクティクスチャプター4、聖地ミロンドの、攻略の続きですね。やっていきたいと思います。このまま進んでいきます。で、配置はここ、いつもと一緒。聖地ミロンド、違う、聖ミロンド寺院広間。広間って中？外？中だね。神殿騎士団か。ボルマルフ、貴様がラムザか。会うのは初めてだったな。あ、そうだっけ。ディナーにでも招待したいところだが、あいにく多忙でね。許してくれ。お前のおごりか、招待してくれるのはいいけど。割り勘とかだったらマジケチだぞ。てか神殿騎士なんてどんくらいもらってんの。結構もらってそうだよね。しかもボルマルフめっちゃ偉そうだし、役員クラスじゃん。そんなわけで貴様の相手をしている時間が惜しい。要件だけ伝えよう。妹を返してほしければ、貴様が持っているゲルモニークセーテンと全ての成績を渡すのだ。言っておくが、貴様はこの要求を拒絶することはできん。渡さぬときは妹の命はないと思え。さあ、私の言葉を理解したならさっさと渡してもらおうか。アルマはどこだ？どこにいる？無事な姿を確認できない限り、聖典も成績も渡すことはできない。私の言ったことが聞こえなかったのか。貴様に拒否権はないのだ。もう一度言うぞ。聖典と全ての成績をよこせ。聖典だけだ。成績はアルマの姿を確認してからだ。ラムザも結構強気だよね。成績の危険さは分かってるからね。どうだ？ありました。大丈夫、簡単な呪文です。よし、それさえ分かればやつらは用済みだ。このまま見逃しても良いのだが、一応ベリアスたちの仇を打たせてもらおうか。騙したな。いや、まあそうなるっしょ。3人か。あ、ボルマルフを倒せね。ボルマルフ一番後ろにいるよね。さてどうする。第1ターン目が結構重要だからね。どうしてアルマを生かしておく。なんだと。自分の息子でさえ容赦なく殺したお前がなぜアルマだけ生かす。それはお前の知るところではない。知りたくばこの私を倒すんだな。ちょっとこいつらを見てみるか。ディバインナイト、あー、ディバインナイトが厄介だな。そうさら、ディバインナイトは剛剣使ってくるからね。げっ、こいつもディバインナイトだ。破壊してくるからな。と、あとそうか、盾か。プラチナシールド、まあ、やっぱり装備してるよね、盾は。で、こいつはクリスタルの盾か。うわ、クリスタルの盾強い。やっぱりエルフのマントも装備してんじゃん。これ正面からの攻撃はもう通じないと思った方がいいね。あ、シェシェ、待機じゃねえよ。どうする。近づいてくるのを一回待とう。後ろまで下がって、ちょっと例によって叫ぶ。ガッツ、暗黒剣頼みになるね。そうすると、ディバインナイト攻撃はしてくるか。しては来ない。こいつはこの距離だったら大丈夫か。ソーサラー、ソーサラーは魔法。よし、俺の番だ。こいつは正面しか取れないでしょ。407か。ここに行こう。これ危険、イービルデッドは危険だよな。マジでこれ敵のあれが見れないのか。どうにかして。わかんねえ、ダメージ量がわかんないのはマジで痛い。184、やべ、強え。じゃあ一撃必中狙う。いくつ。 49% で462。うまくいけば倒せるけどな。180か。3回かかるもんな。だったら
49% でいつか当たることを願う。よし、 OK。 まずこいつを始末。ここでやられるわけにはいかん。ひとまず退却するぞ。またこれ一人でも倒せばいいパターン。な、謎だよね。勝利条件がよくわからん。逃げるのか、卑怯者め。でもまあサクッと終わることができたな。何も破壊されずに終わったし、まあ、とりあえず OK としましょう。まだ続く？じゃあセーブをします。え、で次どうすんの？てか俺なんでミロンドに来たんだっけ。アルマを助けに来たんだけど、やつら逃げ出しちゃったしね。神殿騎士で教皇も殺されたよね。え、このまま中まで行くってこと？聖ミロンド寺院礼拝堂。あれ、またボルマルフ。これ以上貴様に付き合っている暇はない。これでお別れにしたいところだが、このまま黙って引き下がるは貴様ではないだろう。やはり貴様にはここで死んでもらわねばなるまい。我が忠実なるしもべたちが貴様の相手をしてくれよう。ちょうどおあつらえたようにここには棺がある。貴様もここで永遠の眠りにつくがいい。アルテマデーモンか。そして貴様の相手はこの男がする。あ、そうだ、ここあいつが出てくるんだ。ザルバック、死んでるザルバックね。ザルバック兄さん、この男は貴様の兄にして我が眷属の一員として生まれ変わった。この男と戦えるかな。はははなんて卑怯な。ザルバックよ、目の前にいるその小僧を殺せ。生かしてこの寺院から出すな。これも標的はザルバックか。兄さん、ザルバック兄さん、しっかりして、僕だよ。そこにいるのはラムザか。ここは一体どこなんだ。暗くてよくわからない。俺は何をしているんだ。立っているのか座っているのか、手足の感覚がまるでないんだ。兄さん、兄さんはボルマルフにルカビーに操られているんだよ。俺はお前と戦っているのか。なぜだ。逃げろラムザ、でないと俺はお前を殺してしまう。いや、俺がお前を殺してしまう。一旦じゃいけないね。547、最初は叫ぼう、やっぱり。で、こっちなんだっけ。アークナイトだ。あ、吸血とかかなり危険じゃね。そういえばヒットポイント回復移動、破壊魔剣。やだな。マンゴーこいつもほんと武器破壊してくるの、武器っていうか武器防具破壊してくるの好きだからな。ちょっと待ってね、少しここら辺からやっぱ考えながらやらないといけないんで。ムーブは5で、吸血の射程がいくつかだよね。1、1、2、3、4、5、6、7、8、9。とりあえず3マスっていうのは結構多いから、射程は9マス目に離れておこう。で叫ぶ。アンデッドになったらもう一瞬で終わりだからね。アークナイト、まあ、アークナイトといえどもこっち側から来たか。こいつらの相手をしてる暇はないんだけどな。381とかマジかよ、何これ。いや、ガチでやべえ。アルテマデーモンはあれか、自分たちと同じレベルか。242、最悪だこれは。マジでやばい。
ザルバック一撃で絶対倒せないし、横、いや危険だ。2回連続で行動できるか。999、一発で倒せるんだ。一発で倒せるよね。ナノフレア、何それかっこいい。250弱だったよね確か。242か。いやだいぶマイナスが出てんな。ラムザエクスカリバーの力でなんとか。うわー、これ吸血来るか。後ろは取られた。吸血、これ吸血されるわ。吸血鬼対策はじゃあ必要だね。吸血鬼としてしか生きる道なしとかそんな感じだったね。ブレイサー外すか。じゃあまあ吸血対策だけでよければ。で吸血多分隣に来ないとできないよね。ということは6マス目に配置して1回目はやっぱり叫んでおこう。あ、というかここで行動しなければいいんじゃないか。行動っていうか移動しないで叫んでそのままターンを終わらせる。といってもまあ吸血されても大丈夫は大丈夫なのか。これで待機してザルバック来るでしょ。何？なぜだ？なぜ近づいてこない？だこいつらが強えんだよマジで。ただ待機してやるから右のやつは絶対倒せるでしょ。こいつは264か。まあまあだな。横、横は取れない。横は取れないけど所詮魔物だからな。いける 100%。 多分こいつらあれだね、聖なる力に弱いね。エクスカリバー一応属性ついてるんで。ダークホーリー、いやかっこいいものは使ってくるよね。だホーリーの色違いだね単純に。ホーリー自体がかっこいいからねやっぱり。つえマジで。もうエクスポーションじゃどうにもできん。ナノフレア連発食らってる。これさ吸収できんのかな。アンデッドになってるけど。ザルバック兄さん今んとこマイナス150。いややっぱりこれ吸収しよう。ヒットポイント吸収券。あ来れるか。来れるけど別に吸血は関係ないからね。よし、攻撃力自体は弱い。 OK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 。 あーでもアンデッドってことは後ろ取って一発で倒せっかな。クリスタルの盾か。やっぱりこのクリスタルの盾、あでも盾だけか。ゲルミナスブーツだもんね。後ろ取れればこれ 100% 当たるぞ多分。で一発で倒せなかったら吸収する。倒せねえってことは攻撃より全然弱いはずだからブラッドウェポン。えってか大丈夫これ100。ちょっとこいつは218。先にこいつ倒そうかな。そうだね、先にこいつ倒そう。よし OK。 ザルバック吸血さえ対処してればっていうかいけんな。これブラッドウェポンで1回吸収しとこう。100でも吸収しとく。スピードセーブ持ってんのか。長期戦になると厄介だね。てかこれ大丈夫本当に。吸収しちゃったけどさ何にも考えずに。アンデッドの場合あ大丈夫だ。人間扱いだ。よしこれでヒットポイントはだいぶ持ち直したな。であのアルテマデーマも倒そう。こっち来て多分魔法唱え出して300とかだからね。
あ、大丈夫だ、もうこいつ攻撃しかしてこない。あ、ヒットポイント回復移動持ってんだ。結構回復するよね。56。ダークホーリー、やっぱりこのアルテマデーモンが邪魔だな、強すぎる。デザルバックはもう後ろを取って攻撃していこう。これでもなマイナス150だからな。横取れる、横は取れるね。で先にアルテマデーモンを倒します。882、オッケー。あとはお前だけだザルバック。さあ攻撃してこい、俺はただ回復するだけだぞ。で最初に与えたダメージが、これ絶対移動してくるっしょ。ゲルミナスブーツ入ってるからさ、かなりの移動力誇ってるよね。横か、え、マジで持久戦になりそうだよこれ。ブラッドウェポン、横だとだっていくつ、 60% か。やろう、よし当たった。やべえな、スピードセーブほんとやばい。いくらエクスカリバー持ちとはいえ、ごはっ、やべ、でもまだ大丈夫、枠からは外れてないからね。ただザルバックのレベルが上がっていく。いやすげえ厄介だなこのヒットポイント回復移動。でもいつか絶対俺のが2回行動できるから、エクスカリバーの差として。もう1回来い、よし来た、さようなら兄さん。容赦ない弟、すまないラムザ、辛い思いをさせたな。アルマを助けてやってくれ、お前だけが頼りだ。行くよラムザ、さらばだ。ありがとう。これもう一回死んだらさ、もう一回復活させらんないのかね、ボルマルフ。兄さーん、お、エリクサー、ただエリクサー使えないからね、覚えてないから。あれ、まだ生きてんのこいつ、しぶといな。誰か、え、てかもう夕方じゃん、ずっとさ剣突き刺さったままさここで生きてたの、超辛くない？ひどい。助けて、しっかりして。神殿、やつらの行方を知っているのか。どこだ、どこなんだ。オーボンヌ、一番結局助からないっていうさ、本人にとっては一番最悪なパターンだよね。オーボンヌ修道院か、じゃあな。こっから黄金の修道院に行けるんですけれども、ちょっとここ黄金の修道院までね入っちゃうと、もうこっから元戻れないんで、とりあえず一回セーブをしてドーターまで行こう。はい、じゃあドーターまで来てエクスポーションとりあえずもう99個揃えました。でここからですね、暗黒騎士のこのイービルブレード覚えられるんで、イービルブレード覚えられなかったらちょっとだけ JP 貯めようかなって思いましたけど、大丈夫なんでそのまま進んでいきます。よし、じゃあお盆の修道院、地下書庫、地下4階、一気に4階まで行くんだ。地下4階に首都ミロンドへの道があるのかな。
敵は一般兵だね。貴様たちはここを見張っているんだ。私はボルマルク様を追う。はっ。この地下書庫に何があるんだ。すべての敵を倒せ。これどこにいた俺。ちょ、わからん。まずどう倒していくか。あ、近づいてくの待つか。なんかでもちょっと俺低いところにいるな。高いところに行きたい。高いところに行って敵が来るのを待とう。てかまずこの文句だな。あ、全然違うとこにいた。じゃあここで叫ぶ。やっぱりこういう戦略系のゲームはね、相手をおびき寄せるのがまずは基本になるから、ここまで進んどいて今さらこう基本を語るけど。弓使いか。あいつは遠くから攻撃してくるから最後だな。問題はナイトがね、どれだけ高い回避率を誇っているか。レベルは48、それなりに高いな。クリアレベルは60弱とかになるかな。50前後。もう一回叫んどこう。文句が来るまで叫ぶ。確実に一撃で仕留められる力が欲しい。まああと集まってくればね、イービルブレードとかもちょっと試したいけど。よし、3回叫ぶとだいぶ違うからな。でこの弓使いはもう射程のギリギリでしか攻撃してこないけど強えな。132か。文句とか移動力全然ないね。次攻め込むか。てか先に弓使い倒す、それもありだな。正面で戦うは67か。ブラッドで369。ちなみにイービルブレードってどういう感じなの。あ、強え。イービルブレード先に覚えとけばよかったかね。イービルデッドより。これで一人ずつ確実に倒していくか。ナイトは絶対盾持ってるからな。さてこれこのまま行ってさ、イービルブレードでさ、ここ狙える。え、どういうことこれ。文句入ってるね。ちょっと一回ここ374かよ。あ、射程に入ってない。高さが足りないのか。あ、高さが入ってなさそうだな。374ってことはウェポンバッシュの方が攻撃力が高いんだよね。391。285。あー、やっぱそうか。じゃあ文句を確実に倒しておくか。285。ちょっと待て。391。JP はいらないよね。波動拳。てかさ、エクスカリバーだったら二刀流じゃなくて両手持ちする意味もなくないか。普通になんか盾とか装備していいと思うんだけど。369。ちょっと動かないで攻撃できるんだったら動かないで攻撃したい。ターン回ってくるのが早くなるから。こいつは下にいるのか。下にいるから一番後だね。
ブレイクかよ、ヘッド、あぶね。本当にブレイクとか厄介すぎるからな。後ろ取れれば後ろ取りたい。よし、後ろだったら盾が発動しないんで、でも75か。はいえ、マジではいえ。エクスカリバー最高だよ。72ガードされたか。おお、普通の攻撃で150を超えてくるようになったね。横奥しか取れないか。横だといくつ、多分50切るんじゃないか。43だね。ウェポンバッシュで506か。これいこう。いやーマジ暗黒騎士になってよかったよ。なんかチャプター3とかの時もうずっとこのまま忍者でいけんじゃねとか思ってたけどね、それはダメだった。よし、でここでウェポンバッシュ506、オッケー。装備を犠牲にすることなく先へ進めた。買いに行けないからね、もう破壊されたら。ここは私にお任せを。うん、頼んだぞローファル。ファルゲオなんちゃらかんちゃら、我は時のなんとかなんとか、呪文を唱えてるね。逃がすか。何にもくれない。ここでなんかさ装備品くれたら嬉しいんだけど。はい、というわけで、じゃあ今回はここで終了して、次回また続きをやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。